はい、いつもありがとうございます。はい、パーソナルブレイクで、ハンドルネーム、はい、ゆうきさんですね。はい、よろしくお願いします。ワンボックスです。で、配達日時の、はい、件も了解です。大丈夫です。はい。一応もう明日には梱包しておきますが、出荷は30日あたりかな、土曜日あたりに出そうかなと思ってます。ちょうどいいかなと思います。まあ、マスターアークね、今回ね、まあ、当たった外れたは、やっぱ普通にね、スポーツカード、どれかですから、ありますからね。ただ、各はこう、やっぱり、こういうシリアルカードのね、サインカードだけで考えてもチャンスがありますし、スケッチもまあ、うん、程度も比較的いい方ですし、よいしょ。非常にいいと思います。おすすめです。まあ、サインカードに関してはね、ノンシリのところはもうね、そこから半ソロを出るなんて、はい、100% ないですから。はい。まあ、シリアルノートがね、比較的出やすい。まあ、うち来てるケースはほぼ、まあ、ケース開ければ7、8枚ぐらいシリアルノートは大体出ます。そんなに出ないってことは、ほぼないとは思うんですけどね、今のところはね。はい。じゃあ行きます。半ソロスタート。ランドでサインです。せーの、はい、まずノンシリですね。イエガー、あ、この人か。はい、スコット・ローレンスさんですね。結構海外ドラマとか出てます。店長がね、24をよく見てたんで、この名前見た時に、あ、ひょっとしてと思ったらやっぱりそうでした。はいね、えはい、大統領って今言おうと思ったんですけど、ちょっとやめてきました。はい。ね。よく店長の地元でよく声優の方がね、はい。まあ、お酒の。まあ、結構前ですけどね。はい。よくね、クソーっつってね、大統領とか、居酒屋でやってましたね。はい。たまに電車でも居合わせたことが2回ぐらいありますね。はい。次もサイン、せーの。はい。お、25シリ。はい。5番、ん ?5 の25。誰でしょうか。あ、ウェッジ。パイロット。はい。ウェッジさんがレッドリーダー。いや、ちょっとわかんないですけど。確かね、ジョーカーの方ですよね。多分ね。はい。キャンパスノートです。5の25。アニメじゃなくてよかった。はい。よいしょ。エリートパイロットですからね。よいしょ。はい。で、三つ目。うん。フィルム。ですね。さあ、キャラは。お、C3PO。C3PO もあんまり見ないですね。あ、これ下ってファルコンの中じゃないのかな。ちょっと見ていいですか。うん。ファルコンの中だ。これなんかファルコンの中。なんか自動ドアを出るところ。で、こっちはファルコンの中っぽいですね。うん、ほら。この窓ね。うん。はい。そういうシーン。で、K2 ですね。はい。で、4パック目。スケッチだけど、色がどうでしょうね。いきます。せーの。はい。あー、まあ。はい。まあでもね。はい。この人初めて見たな。うん。アンドリューさん初めて見ました。とってもシュールなトルーパー。はい。ですね。はい。25シリーノート、スコット・ローレンスさん。まあね、結構俳優さんの方で活躍してます。
それとスケッチという感じでした。はい、ローズ締めでしたね。はい、25シリオートとスケッチとスコット・ローレンスさん、あと C3PO のフィルムという感じでした。はい、ゆうきさんありがとうございました。またよろしくお願いします。